皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。見るだけで音感が鍛えられる動画、2本目の動画でございます。1本目の動画はいかがだったでしょうか。1本目はド、レ、ミ、この3つの音を判別していこうっていう練習をしたんですけれども、まあコメントをね、拝見していると、なんかできたっていう人もいれば、間違えたとか、ちょっとわかんない難しいっていうコメントもちらほらだったかと思います。でもね、1本目の動画でも伝えた通り、この辺はほぼ筋トレなんで、もうやってればね、絶対身につきます。絶対身につく。なので、1本目の動画でね、うまくできなかった方も、1本目の動画を何回も何回も繰り返し見て、練習をしてみていただければ、嬉しいなと思います。で、ある程度その正解率が 90% ぐらいになってから次に行かないと、相当混乱するんで、100% もしくはその 90% 以上くらいの正解率になったら、この動画をスタートしてみてください。1本目の、動画の宣言通り、ドレミプラスファとソの、2つの音を付け加えていきます。ぶっちゃけね、超むずい。めっちゃむずい。めっちゃむずくなります。めっちゃむずくなります。もう一回言うと、めっちゃむずくなります。五択はね、でかいよ。五択はでかい。とりあえずまあ少し復習がてら、テンポ120とかでちょっと早めにして、ドレミの復習からいってみましょうか。今からそのド、ドとド、とドレ、とあとミの、音を弾いていきますので、ちょっと、そして早めの120にして一緒に復習をしていきましょう。じゃあ行きます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、レイ、ミー、アレン、ミー、ドン、レイ、ミー、ドン、ミー、レイ、ドミドレドミという感じでございます。いかがだったでしょうか。うまくできましたでしょうか。まあ前回の時に、ね、結構正解率 100% いけるいけるまだいけるみたいな人も結構いらっしゃったんでね、ここまではいけるかと思います。ではちょっくら新しいニューカマーいきましょう。エントリーナンバー4、ファファ。ファの特徴は、僕なりの解釈だと、すごいね、チューブラリン感がね、レよりも強い。レよりもそのね、さらに強い中途半端感。で、その中途半端なんだけども、若干そのね、切なさみたいなのを含んでる感じがするんですよね。儚さみたいな。あーっつって。で、この切なさから見に行くと、ちょっと落ち着いた感じがあるんですよ。このファのチューブラリン感から見に行くとするとちょっと落ち着いた感じがするの。こんな感じの和音で弾くとちょっとイメージつかめると思います。こんな感じ。なんかこのファの時、なんかすごいチューブラインじゃないですか。なんかちょっとこの浮いてる、なんかうわーってなってる中で、こんな感じで、そのなんか、チューブラリンから、この見に行くとちょっとこの一回落ち着いたって感じがしますよね。落ち着いたって感じのレから、このレからドの時のこのどっしりとした安定感じゃなくて、ちょっとこのね、ちょっと違う感じの、ちょっと違う感じのこの落ち着き感みたいなのがあるんですよ。この中途半端なチューブラリンからかの、ちょっと仮な落ち着き感、これがファです。ファ、とりあえずまあやってみましょう。できるかな。じゃあ順番いきます。ゆっくりより80からいきます。いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ドーン、レー、私間違えましたね。ミーファーミーレーミーファーミー
といきましょう。ちょっと一箇所間違えました。まあこんな感じでやっていくわけなんですけども、どうでしょうか。まだここまではね、まだいけると思うんですよ。ここまではまだいけると思うんですよ。でちょっとね、これ今まだ比較的簡単なのは少し理由があって、隣同士しか行ったいんです。そのドレミファってある中で、途中でその音を飛ばしたりとかせずに順番に、隣のこのね、あっち行ったりあっち行ったりこっち行ったりとかしてるだけなんで、まだ判別しやすいんです。これをドレミファってある中で、ドからミに飛んだりとか、ファからレに飛んだりとか、ミからドに飛んだりとかっていう感じで、こうね、1個飛ばし2個飛ばしをすると、し始めると、ちょっと待てよっていう風になってきます。今のところこう順番にしか言ってないから、まだ分かりやすいんだ。こっからがね、ちょっと本番いきましょう。1個飛ばしでいきます。1個飛ばし、いや、ないしは2個飛ばしでいきます。結構ランダムにいくんで、ちょっと覚悟してください。いきます。難しいです。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ファー、ファー、レン、ミー。どうすか？ドー、ミー、レン、ファー、ミー。なりましたよね。今までこうね、あ、いけるいける、余裕余裕っていう人も多分ここでね、1個目の壁が待ってます。1個目の壁がまずここ。これがね、まずむずいんですよ。ただちょっとね、今やったのを動画を巻き戻して何回も何回もその部分を練習してみてください。でここで、その次もう少しプラスアルファ、僕がね今ね、その分かりやすいようにこの単音と左手であのコードを弾いてるんですよ。和音、この和音を弾いてた方が音のキャラクター、そのマイナーとかメジャーとかこのぐらいの音程の高さとかっていうキャラクターが出やすいんで判別しやすいんです。で次のステップではコードを弾きませんので、単音だけをよく聞いて当ててください。これむずいよ、これむずいよ、これむずいよ。ちょっくらまずはその1個飛ばしていきます。この順番に順番に1個飛ばしとか2個飛ばしとかしないでいきます。8時いきましょう。ワン、ツー、いきます。ツー、スリー、フォー。ドーン、レン、ミー、ドーン、ファー、ミー、ファー、ミー。では行きましょう。80レッツトライ。ます。ワン、ツー、スリー、フォー。ドーン、レン、ミー、ファー、ミー、レン。どうでしょう。
まあ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 、まだいけるかなって感じがすると思います。この1個ずつだとね、まだいけんすよ。順番だとまだいけんすよ。こっからが本番。いきます。1個飛ばし、2個飛ばしをバンバン入れていきます。ここむずいよー。いくよー。いくよ。いくよ。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ドーン。ファーミーレーファーミードレーファードファこうなってくると結構むずいというか結構おーって感じになってきますよね。これがねできるとね、すごい話が早くなってきます。ファまでを今のパターンで、80で割と 90% ぐらいの正解率を叩き出せるとこの後ね結構楽ちん。だいぶねファまで判別できればね、その4択を判別できればねかなり本質を掴んでます。かなり本質を掴んでます。で結構ねゴールってね結構もうそこすぐそこなんですよ。ドレミファと聞いて、ソーラーシっていう感じだと3つの音、を覚えればいいんで、もう半分は来てるんだ。で、半分は来てるし、このドレミファの音が判別できるならば、その判別する感覚っていうか、こんな感じで判別していけばいいんだなっていう感覚がもうね、余裕で身についてるんで、この後ろの3つがかなり掴みやすくなると思います。もちろん練習は必要なんだけれども、そんなに苦労なく習得できると思うんで、頑張ってやっていただければ幸いでございます。それではもう早速、バーッといきましょう。最後5、そうですね。この。このソノト。このソノトの特徴としては、まあこれ安定感がある音なんですよね。安定感がある音です。で、音程が高いんで、若干その明るい響きがするような雰囲気があると思います。どうよりも、やっぱこうちょっと音程が明るい分、なんかこうね、明るく、なんかニコニコしてるというか、なんていうか、うふーみたいな感じの、うふーって感じの、のがあるかと思います。これがそのソの特徴でございます。ソ。安定感がある。で、ここから別にブレてもいいんですけれども、動くとちょっとこう中途半端なファに行っちゃったりとか、メディア安定したりとか、まあこんな感じで、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブっていう階段があるっていうイメージをすると良いかと思います。その音を聞いて、ソン、タン、パ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 ンと、こう、ソからスタートして、1、2、3、4、ここでそのドに到達するから、まあ、外の音だな、みたいな感じで逆算するのも OK なんですけれども、まあ、ちょっとこのソの音、ぜひ覚えてください。Entry number 5. ソ。その名前でございます。では、行きましょう。テンポ80で行きます。まずは1を入れていきましょうか。行きます。1、2、3、4。で、1個飛ばしていきます。ドーン。レンミーファーソーファーソーファー、ちょっとこの外ファの感覚、ファ外ファをセットにした感じのソーこのファと外のセット感、ソーファーミーレードレーミーファーSo
ワンミレド。 OK、 じゃあちょっと次は飛ばしましょう。1個飛ばし2個飛ばしでいきます。1個飛ばし2個飛ばしを含んでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ドミソレミファレドレミソファミドミソファレド。いかがだったでしょうか。いや、これまた難しい感じでございますよね。この辺でだいぶ半分ぐらいの人が脱落しているかと思いますので、無理についてこなくても大丈夫でございます。あとはね、そのそれぞれのそのできるステージっていうのがあると思うんで、そこをひたすら繰り返してみてください。最後に、そのソノと、ドレミソを単品で、単音で、80の速度で、飛ばしありでお届けして終わりにさせていただこうかと思います。できるかな？ここまでできなかった人は無理しないでください。順番にやってるんで、途中ができなかったら絶対できないですよ。筋トレと一緒です。筋トレと。では、行きましょう。いきます。80で。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ドーン、ファン、ソン、レン、ミン、ドファンソレミドファンレソドファンレド。いかがだったでしょうか。いやー、なかなか難しくなってまいりましたね。結構最初の方はできるできるいけるいけるって思ってた方々の半分くらいがもうここで脱落してるかと思います。いかがだったでしょうか。皆さんの正解率をですね、まあおよそざっくりでもいいんで、まあね、6割ぐらいかな、7割ぐらいかな、全然ダメだみたいな感じで、コメントチャットしていただけますと幸いでございます。何度も言うようですけども、これ筋トレなんで、何回も何回も続けて着実にやってればね、絶対身につきます。で、何回も何回も間違えることが大事。筋トレと一緒です。一緒です。なんかこう、筋肉を刺激して、細胞を破壊して、で、こうね、筋肉が再生されるみたいな感じで、もうひたすらね、間違えることが大事。間違えて、間違えて、間違えて、間違えまくってると、だんだんどこで間違えるのか分かってくるから、何で間違えるのか分かってくるから、間違いを知ることによって、正解にたどり着けるっていう感覚なんですよ。で、そういうのをバーッと繰り返すと、直感で正解が分かるようになってきます。最初は何回も間違えることが大事。何回も間違えていくうちに、その間違える理由、間違える、わけといいますか、間違えるパターンみたいなのが見えてくるの。そこを掴んでくれば消去法で正解に行けるんですよ。で、消去法で正解に行けるができるようになってくると、それを何回も何回もやっていくと、自然に正解に向かえるっていうステージに立つんです。そこまでは本当もう何回も何回も繰り返し、もうしつこいですけども、もう繰り返し繰り返しやってみてください。そうすれば必ずできるようになるんで、よろしくお願いいたします。で、ドレミファソまで来れば、あといよいよもうそのラシの2個だけなんで、もう超簡単ですよ。ラシに関して来ればね、もう超簡単。かなりもうゴールが近くなってくるんで、頑張って、修行していきましょう。そんな感じでまた次の動画もですね、ラドシを取り入れて頑張って練習していこうかと思いますので、よかったら楽しみにしていただければ幸いでございます。で、最後にちょっと余談。ちょっと1本目の動画にシャープとかフラットとかも取り上げてほしいってあったんですけれども、シャープとフラットはね、またちょっとね、別の話なんだ。
で逆に言うとそのドからドレミファソラシ、これが分かればシャープとかフラットとかも余裕で分かります。逆に言うとこれが全部分かんないうちは絶対シャープとかフラットとかを判別できない。その基本の音が分かんないとこの特殊な音は絶対に分かんないし、この基本の音分かんないけど特殊な音だけ分かるっていうのは絶対ない。もう断言します、これ絶対ありえない、絶対ありえない。で逆にこの基本の音が全部分かっちゃえば特殊な音も絶対に分かる、これも断言します。なんで焦らずにそのシャープとかフラットとか言わずに、とりあえずまあこの基礎的なねコントレール、これをまずマスターするところからスタートしてみてください。よろしくお願いいたします。それではだいぶ長い動画になりましたけど、今日も皆様ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。最後に私滝沢勝成ツイッターの添えております TAKIJAWA 滝沢という名前でツイッターやってるんですけれども、もしよければフォローいただければ幸いでございます。動画の感想リクエストご意見いろいろあると思うんですけども、プリッと送っていただけると僕はすごい喜ぶので、お気軽にフォローいただいてお気軽にお便りを送ってくださいます。よろしくお願いいたします。それでは今日も長くなりましたけども最後までありがとうございます。また違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。